送信。あ、送信。はい。では、3、2、1。FM ギルマンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのためのラジオ番組ではございますが、はい、メンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡ももちろんお待ちしております。はい、はい、メールアドレスの方、夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ツイキャスも始めました。どんどん来てください。冷やし中華始めましたみたいに言ってるけど、いや寿司三昧みたいな感じの手にはなってる。ペーターさん、こんばんはって。はい、こんばんは、ペーターさん、ありがとうございます。はい、今日がですね、収録日、はい、12月25日、クリスマス当日となっております。クリスマスだ。はい、ただですね、これを聞きの皆さんは、なんとなんと1月の15日です、本放送はね。なんてこったい、七草がいも終わってるじゃないか。本当にね、まあ、何度も言ってるけどね、ちょっと取りだめしないといけない事情がね、そうそうそう、あの FM ギノワン全体にありましてね、全体として、まあね、あ、そうね、そうそうそう、今なんて一瞬止まったの、なんだっけってなったの、なんだっけってなった。まあ、あの回想の件でね、ちょっとある程度取りだめしておいた方が、まあ、僕らね、夫婦でメンヘラでもあるし、うん、いつね体調悪くなるかも分からないではあるからね。あ、そうなん、取りだめ、特にこいつが、そうね、特にこいつが私です。うん、だから取りだめし、特に越したことないからね、うん、まあ2月の件もありますし、うん、はい、今日も2本撮りで、メンヘラ城をお送りしていきたいと思うんですけれども、ここだけ時空が歪んでるんや。そうね、なんか変な感じよね、12月、まだ2023年だけど、うん、放送がされてる頃はもう2024年になって、もう2週間が過ぎているっていうね。そうそうそう、明けましておめでとうございます。もう飽きた頃かな。そうだね、先週先々週ぐらいに多分それを話してるわけよ、多分。そっか、明けましておめでとう。あ、そっか、そう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 、確かそういう放送をやったかと思います。なんかおかしくなってくるよね、だからその時間感覚というかね、うん、まあでもその辺はね、ちょっとまあ事情があるということで、多めに見ていただければと。そうです、はい、FM ギノワンをお聞きのねリスナーさんでしたら、その辺の事情もある程度、把握もされてると思うので、うん、その辺はね安心して、番組をお送りしていいのかなとは思ってはいるんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まあクリスマス当日、特にこの後の予定は、うん、まあないですけれども、はい、まあラジオをしっかり収録して頑張っていきたいと思います。はい、はい、それでは、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもポンポコ上げてください。お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あ、来てますよ。はい、ロアさん、こんばんは。あ、こんばんは、ロアさん、こんばんは。ペーターさんもこんばんは。こんばんは。ペーターさん、年越し進行てんてんてん、特にこいつが、かっこ笑い。私がね、私がめっちゃそう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 、具合悪くなってね。そう、月曜日忙しいのけも外来からのみたいな。そうね、外来って、その外来の診察中にね、ちょっと大泣きして出てくる時があるからね。そうそうそう、まあそういう時はもう素直にしょうがないと思ってお休みしたりもしますけれども、はい、まあこうやってね取りだめしてるんで、うん、なんとかねしばらくは大丈夫なのかなっていうね、うん、はい、
では、まあ、早速ですけれども、はい、今日のテーマ、本日のトークテーマ、トークテーマ、はい、いきたいと思います。はい、本日のトークテーマは恋愛、ラブですね、ラブ。ラブ。はい。ラブ。これね、もしかしたらさ、以前、うん、いつか分からんけどやったかもしれないんだけど、恋愛？やったような気がしないでもない。え、やったっけ？恋バナしたっけ？したかな、したような気もしなくはない。あ、まあどっちでもいいんだけど、うん、まあとりあえずなんていうのかな、恋話しますか。前回はどうだったか分からんけど、うん、まあ今回はなんていうのかな、メンヘラジオらしく、うん、まあできれば、うん、なんていうのかな、メンヘラ的恋愛エピソードがあれば、うん、ちょっとお聞かせ願えればと思うんですけれども、ね、まあもちろんね、メンヘラ的じゃなくてもいいよ、うん、全然いいよ。まあ、なんでかって言ったらクリスマス、まあ、収録日がねクリスマスなんで、うんうん、まあやっぱりクリスマスって言ったらね、どこもかしこも恋人でね、うん、はい、まあ、家族で迎えるクリスマスもあるでしょうけれども、そうね、はい、学生カップルでしたり、うん、はい、当然大人の成熟したカップルもそうですし、うん、はい、夫婦で、ね、デートしてる方もいらっしゃるでしょうし、うん、まあ、夫婦になったらもう恋愛とはもしかしたら違うのかもしれないけれども、うん、まあね、夫婦になる前は当然恋愛してたわけですし、うん、はい、そういったね、まあ現在、進行形で、うん、やっている恋愛でももちろんいいですし、うん、学生時代のね、甘い初恋のお話ですとか、うん、まあ、初めてのデート、うん、で当然だけど恋愛といえばね、まあ、切ない失恋の思い出とかもあるはずですから、うん、はい、2週にわたってね、ちょっと恋愛に、ついてトークさせていただきたいなと思ってますので、はい、はい、ツイキャスでねお聞きのリスナーの皆さんもどしどし恋愛を絡めたエピソードを送っていただければと、うん、はい、まあ今日も日本撮りだからついてきてねツイキャスの皆さん、はい、で、まあこのねテーマにを選んだ時にね、うん、なんとなく Google さんでちょっと、うん、まあメンヘラ嬢だからね、メンヘラスペース恋愛でちょっと検索しかけてみたのよ、うん、そしたら恋愛におけるメンヘラとはっていうね、うん、内容でね公開されていた、うん、とある文章がございましたのでね、うん、まあそちらをちょっと読み上げさせていただきたいと思います。いいね、じゃあサクッと読んでください。はい、メンヘラとは、はい、一般的にはメンタルヘルス、過去心の健康の略語、うん、省略された言葉と言われています、うん、もともとは2010年代頃に、うん、インターネット上で生まれた言葉だと言われており、うん、かつては心の健康に悩んでいる人たちを指すスラング、ネットスラングかな、造語だね、うん、として使われていました、うん、その後メンタルヘルスを略してメンヘル、そしてメンヘラーと言葉が変化して、うん、現在はメンヘラとして定着していますと。そうね、そうなのね、はい、ただ、うん、今はもっと広い範囲で使われており、うん、精神的に不安定な人や、うん、心に闇を抱えた人のほか、うん、恋愛依存症気味の人を総称して、うん、みんなね、うん、含めてメンヘラと呼ぶ場合もあると、うんうんうん、まあうちらの番組の、メンヘラがそうだね、うん、男女関係なく、まあ心にね、なんていうのかな、うん、課題といいますか、ちょっと、疾患って言ってもいいのかな、めっちゃ響いた、死がごめんを、抱えてる人たちがいわゆるメンヘラということで、このメンヘラ嬢もお送りしておりまして、はい、まあ俺たちの考えとしては人類みんなメンヘラだとは思ってるけどね。そうだね、ほんとね、はい、まあでそういったメンヘラさんは、うん、まあ男女問わずね自己肯定感の低い人が多い、うん、でそのそうかもね、自己肯定感の低い彼らは常に不安な気持ちを抱えている、うん、なのでメンヘラさんと恋愛関係に発展した際には、うん、常日頃から相手に対し愛情をしっかりと言葉で伝えることがかなり大事ですと、うん、まあメンヘラじゃない人にとっても大事な
ことではあるとは思うんだけど、うん、メンヘラさんにとってはより大事だと、うん、こうやって思いを伝えることがね、うん、なんか言葉にして言葉にしてって大事だよね。そうそうそう、伝えることが大事だよ、うん、だって声があるんだから、はい、この言葉が生まれた意味を考えるとやっぱり使った方がいいんだよ。そうね、そうね、はい、はい、ではツイキャスでメッセージ等は届いてますか。はい、来てますよツイキャス、はい、沖縄大好きさん、はい、こんばんは、シュタって来てます。おシュタって、こんばんは、こんばんは、はい、沖縄大好きさんありがとうございます。いつもいつもありがとうございます、はい、本当、うん、ロアさん、はい、お二人の恋愛は、これいい言ったら俺たちもメンヘラ恋愛エピソードではあるからね。あるからね。だって精神科の閉鎖病棟で3ヶ月はその中で恋愛をはぐそうそうそうしていたわけだからね。そうそうそう、うん、でロアさんは、今日はぼっちクリスマスでございます。あら、旦那さんはそうなの、お仕事中かな、仕事中か、うんうん、あ、そっかそっかそっか、昨日は一緒にいられたのかな、あるいは出張とかもあるのかな、はいはい、うん、沖縄大好きさん、恋愛か、はい、うん、わしは振られてばかりなのですが、うん、ってことです。あ、そのなんかメソメソっていう顔文字がついてかわいい面白振られエピソードとかないかな面白振られエピソードもうそこはね、なんていうの、恋愛も恋愛ってやっぱりいいこともさ当然あるけどさ、嫌なこともあるわけじゃん、うん、そういった嫌なことに関してはさ、俺たちが心の病気のことも笑い飛ばすような話とかさ、うん、するのと一緒でさ、ちょっと笑いにして消化させてちょっと成仏させてあげた方が、うんうん、ね、いいと思う、うん、そうね、まあ、まあ勝手ながらだけどね、まあ言いづらいものも当然あると思うけどね、はい、そうで、ロアさんは、うん、あのバイトに行き上がりました、旦那さんはまあ書き入れ時ではあるか、クリスマスだしな、はい、そっか、沖縄大好きさん稼ぎ時だ、ね、うん、初恋は小学生、お、初告白は中学生の頃、1個上の先輩に振られる、お、高校の先輩に恋するも、え、なんて読むんだろうこれ、え、恋するも、すで、うん、に発覚、すでに発覚、点々以下同文告白する前にちょっとバレてちゃってたんだよ、沖縄大好きさんの思いがきっと、なるほど、うんうん、あの溢れるばかりの情熱だったんだね沖縄大好きさん、うんうん、そっか、振られる、振られるよね、夏も振られたことあるな、ほーん、ほーん、なんて振られたの、え、ダメって、え、なに、告白はどういうシチュエーションだったの、ちなみに、え、告白、はい、あ、夏の話する、ちょっと待って、はい、これ読んでからでもいい、あ、どうぞどうぞ、ロアさんはね、昨日は旦那の姪っ子のイベントへ、うん、旦那家族とお出かけして楽しかったですって、おー、めいっ子さんのイベント、クリスマスイブにどんなイベントがあったんだろう、まあ、ね、クリスマスイベントかな、めいっ子さんのなんかクリスマスイブのなんかね、うん、まあ、幼ければ保育園とかでのクリスマスイベントだったりとかもあったかもしれないし、そうね、どっかお遊戯会とかね、うんうん、そんなロアさん、私の恋愛人数は数えきれません、かっこいい恋愛が生きがいでしたって、かっこいい、かっこいいね、あ、沖縄大好きさんも面白フラレエピソードかーってことで来てます、ありがとうございます、ツイキャス、はい、ありがとうございます。では夏美さん、先ほどの話の続きではあるかと思うんですけども、はい、フラレエピソードにはなるかと思うんですけども、傷をえぐるようで申し訳ないですが、うん、なんかどのようなシチュエーションで告白して玉砕したのか、メンヘラ、はい、メンヘラの方って病院とか、特に入院してたこと、精神科病院とかで入院してたことがある人は、はい、うん、あるかもしれませんが、はい、あの病院には白衣マジックっていうことがあってですねはいはい、はい、病院のお医者さんを、主治医とかのお医者さんをちょっと好きになっちゃうみたいなパターンが結構あったわけ、私の周り、なるほど、ある種支えてくれる、言ったら頼りにしてる人になるわけとかね、それをね、すごい好きになってね、はい、あの私も主治医の先生が大好きだったんですよ、うん、初めて担当してくれた先生が好きになった人で、そんなに若くもなかったんだけど、当時何歳、うん、ね、年上よ、もちろんね、うんうんうん、で先生のことを本当追っかけ回してて、うんうんうん、先生に好き好きって言ってたわけ、はい、でなんかね、あの、うん、真面目に4回ぐらい告白っていうかして、うん、その主治医の先生に、主治医の先生に、はい、診察の時に、うんうん、いや先生本当に
好きなんですよみたいな、うん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 、言って、うん、まあ、もちろんなんかでも先生はさ、うん、初めはダメって言わなかったわけ、はい、でも私が4回も告白して、うん、5回目の時に、うん、私は告白するつもりなかったんだけど、はいはいはい、採血するって言って血管が通りにくい私は先生が打ってくれてたんですね、うん、あのこのルートを取ってくれるというか、はいはいはい、で針を刺そうとした時に、うん、なんとなくで先生って呼んだんですよ、うん、先生ってつぶやいたら、うん、ダメって言われたんですそれは先生は告白してくるだろうないつものノリでって感じで呼んでダメって言ってるわけ、うん、だから私4回告白して5回振られてるわけ。うーん、まあでもね、そう患者とやっぱり言ったらお医者さん、ね、看護師とかって、うん、なかなか恋愛にはね、多分病院の、うん、なんていうのかな、マニュアルじゃないけどさ、もうそれはね、あると思うしね、絶対に、まあ、そもそも連絡先交換しないようにとかさ、そう、はい、あると思うし、だってメンヘラが相手だもん、そもそもその対象にならないみたいなのは絶対あると思 う, そう、だってね、必要以上に連絡が来たりするわけじゃん、うん、で多分噂になったらさ、なんであの子だけって別の患者さんが嫉妬したりさ、そうだね、そういう言ったらなんていうのかな、別のトラブルを生むというか、うん、そうだね、うんうんうん、そういうのがあるからね、なかなかね、うん、なかなかね。じゃあまたこの先生の話はまた後でやってもいいですか。あ、どうぞどうぞどうぞ、2週ありますんでね、はい、2週ありますんでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではこちら、ここからは、はいはい、楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。よし、はい、まあ恋愛でテーマに、うんうん、単純になんかプレイリストの中から愛って書いてあるものを選びました。はい、はい、あいみょんで、あいみょんで愛を伝えたいだとか。やった、ツイキャス来てます。お、ロアさんはさっきのだね、うん、恋愛人数すごいね。ロアさんは数え切れません。音市場で子供のイベントしてました。あ、そうなんだ。HI のライブもあったみたい。はいはいはい、はい、最高でしたって。あ、いいね、いいね。ライブはなんかこの12月になるとなんかね、ライブいっぱいするね。はい、イベントが多くなるね。つい最近もヨヨムギノマンさんでね、うん、ライブありましたしね。そうね、はい、で、沖縄大好きさん、面白いラレエピソード、ガチで該当しそうな話がないか考えてる、うん、思いつかねえってまあ真剣に恋愛してるわけだからね。そうよね、そうよね。それはごめんなさい、はい、そう、すぐには笑えないかもしれないけど、うん、ペーターさん、ダメ、うん、てんてんてん、医者と患者、教師と生徒、こくりそうね、そうそう、やっぱりあの、ね、禁断の恋愛って言われるやつだからね。そうかそうか、医者と患者、教師と生徒、うん、なかなかね、なかなかね、世間的に見てもあまり理解されないもんね。そうかもね、うんうんうん、なんかお医者さんは看護師さんと結婚してる人が多いような気がする。まあ同僚はね、あの職場 で結婚、職場恋愛か、うん、恋愛は、はい、あるいい、ね、あるよ、あるやつだと思うよ。いいね、いいね。沖縄大好きさん、はい、ちなみに僕が中学校の時に初告白した時の方法がガラケーでメールで告白、うん、ほうほうほう、共通の先輩から連絡先を教えてもらって、うん、で結果自分と同い年の人と付き合ってたというオチ。あ、いいえな。あもうすでに彼氏がいたわけね。彼氏がいたのだ。あ、そっかそっか、ちょっと切ないね。そう、同い年の人っていうのは別に友達じゃないんだよね。お、うん、あ、友達ではないよね。いや、分からんよ、分からんよ。どう、あの、同じクラスの人なのかもしれないし。わあ、それか、それだったら結構きついな。うん。うん。沖縄大好きさん、幸せになりましょうね。大丈夫ですよ。あの、人生の最後を幸せに設定して、そこに歩いていくんだって思ったら、なんかいろんなことちょっと楽になりますよ。うん、それになんか最近山内社長がラジオやってたらモテるって言ってたし。あ、そうだね、言ってたね。ああ最近よくね、沖縄大好きさんラジオ出てらっしゃる。出てるから。モテるよ。モテキ、モテキ、これから来るんじゃねえか。はい。
ここは一番上かな。ん？コメント。コメント？うん。うん、はい、はいはいはい、ありがとうございます。そうです。そっかそっか。恋愛ね。健太さんは、うん、健太さんもね、あのロアさんほどじゃないけどね。うん。それなりに恋愛してきましたよ。そう、健太さんなんかなんかこの人モテるんですね。モテるというか、まあ、あのギャンブル依存症にどっぷりなる、まあ、本当に引きこもるか、引きこもる、うん、20代後半までは、うん、あの彼女が途切れたことはほぼない。20代後半まで彼女途切れたことがないんだよ。そう、小学生からね。小学生だよ。なんちゅうこと。小5ぐらい。ハレンチだわ。はい、じゃあ。はい、お聞きいただきましたのはあいみょんで愛を伝えたいだとかでした。うん。はい、こちらファーストアルバム青春のエキサイトメントに収録されている楽曲で、うん、夏美さんはこの曲、まあ含めね、基本的にあいみょんの歌は好きで、カラオケでも歌ったりしてますよね、うん、歌うし聴くね、うん、なので今日の紹介楽曲に関しては久しぶりに夏美さんの好きな曲、うん、好き、うん、愛を伝えたりだとか、うん、あいみょんの中で多分一番好きだろう。あ、本当、うん、あ、じゃあたまたま選んだものですけれども、はい、夏美さんもちょっと喜んでくれたみたいで、うん、はい、よかったですわ。ですね、はい、まあこの後も、まだまだ、はい、エンディング入っていきますので、皆さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、メンヘラジオエンディングでございます。もうエンディングだ。はい、うん、ちょっと前置きが長かったからね、恋愛のトークに入るところで、うん、メンヘラ的恋愛をちょっと、なんていうのかな、ネットでたまたま見つけた文章を読ませてもらったんで、うんうん、なっちゃんは、なんていうのかな、なんとなくメンヘラ、この恋愛はメンヘラっぽいよなって、なんとなくさ、うん、イメージするものってある？あの、これはイメージするもの、やっぱり長電話、うん、あー、長電話ね、うん、ね、健太さん結構きつかったでしょ。結構きつかった。はい、結構きつかったと思うの、なっちゃん長電話、結婚する前ね、結婚する前、当時、まあ3年前とか、うん、2年前か、うんうん、は離れて暮らしてたわけだからね、うん、電話をするわけですけれども、うん、夜寝る前とかね、そうそうそう、はい、あ、テレビ電話してからね、そう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 、顔見てからね、うんうんうん、ちょっとお話しするんだけどね、うん、長い長い、まあ長い、まあ長い、まあ夏美は長いわ。まあでも、あの世の中の恋人でもそんなもんじゃないですか。そんなもん、ね、はい、だと思いますよ。ありがとうございます、我慢してくださって、はい、ありがとうございます。よっぽど、まあ長電話もね、うん、ある種メンヘラ敵といえば敵ではあるけど、うん、やっぱあれじゃない、あの鬼電とか、あ、鬼伝ね、うん、鬼伝もね、うんうんうん、は、うん、あのメンヘラ的じゃないかな、うんうんうん、ああそうかもしれない、はい、あとはすっごいやきもち役とかさ、これは男女関係ないと思うけど、束縛、束縛期とかね、そう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 、その辺はちょっとメンヘラ的ではあるかなとは思う。あと、うん、お付き合い始めたら女性の連絡先消してとかさ、うん、うん、男の連絡先消せとかさ、うん、男友達と遊びに行くなとかさ、うん、で、ちょっとそうそうそう、男友達と遊びに行くのか、でもメンヘラ的だよね多分、うん、そうだね、だからあの俺引きこもってね、あの、うん、いわゆる2ちゃんの掲示板のまとめサイトみたいなのをさ、うろちょろしてた頃ってさ、うん、やっぱりそういう、なんていうのかな、のも見るわけよ、まとめサイトの中で、なんかこういう男は嫌だみたいなのさ、うんうん、うちの旦那こうなんだけどみたいなのとか、うん、うちの彼氏がこうとか、私のか、うん、僕の彼女はこうだとかっていうの見るんだけど、その中にね、うん、あの結婚した旦那、うん、あれ、まあ付き合ってる彼氏か、うん、まあどっちでもいいんだけど、とにかく相手の男性が、うん、あの
その女性の、うん、いわゆる病院に通ったりするじゃん、うん、体悪くなったら、うんうん、病院に通って見るお医者さんが女性じゃないと怒る、うん、あーなるほどね、同性でやってほしいってことよね。そうそう、だからわざわざなんか調べてきて、へー、電車で何駅も離れてるところのここの女医のところにお前は行けって言ってから、そうじゃないと俺は許さんっていう人もいたり、それはちょっと結構ですね、それは結構なメンヘラだよね。結構なメンヘラだね、うん、でもそういう人がいわゆるなんていうのかな、一般人の面をかぶって、うん、面をかぶってメンヘラじゃない人間として、うん、多分世の中で働いてらっしゃったりしてるんじゃないかな。うわ、そう考えると怖え、なんか。そう、だから我々の、なんていうの、この世の中、人類みんなメンヘラ説は多分正しいと思うんですよね。うん、はい、では、来週も恋愛で話していきたいと思います。はい。お薬飲んで。寝ろ待って、受ける。お薬。